ということでね、秋ですよ。ちょっとすっきりした気持ちでチャオ12月号を紹介していきたいと思います。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。なんだなんだこの音は。メリクリチャオ、チャオ編集部のカオプリです。よろしくね。ちょっとゆうたろう、何とか言って遅れてる。だって秋の音が聞こえたから。じゃじゃん、11月2日より発売、女子人気ナンバーワン雑誌、こちらチャオ12月号では、もうクリスマス始まっちゃってますから。イエーイ。表紙のルナキスのルナちゃんもサンタコスだし、どれどれ、ほんとだ。ちょっと見せちゃうけど、チラチラ、チラリ、クリスマスカードのプレゼントだったり、超盛りだくさんだよ。なるほどね、さすがチャオだね。恋も胸キュンも季節だってみんなより先取りして、もうクリスマスってことね。そう、もうクリスマスであります、もうクリスマスであります、あ、ダジャレね。面白いでしょ。じゃあクリスマスだけに寒いですね。はい、気を取り直して、こちらチャオからのクリスマスプレゼント、じゃあこちら12月号の付録を一緒に開けていきましょう。イエーイ。激キラキャンディーポーチとプリチー焼きたてパンスクイーズだって。開けていくよ。パーティーっぽい。出てきました。キラキラしてる。キラキラしてる。うわ、開くとほらこんなに大きい。かわいい。かわいい。見てください、これ11月号の予告なんだけれども、はいはい、リリアンちゃんがちょうど持ってくれてますね。おうおうおう。キラキラだから目立つパーティーファッションにぴったりだし、確かに、大人コーデの差し色とかにもいいよね。え、でもさ、どれぐらいさ、入る大きさをさ、確かに見た感じね、大きいよね、はい、大きいよね。結構大きいです。じゃあ実際どれぐらいペンが入るか、ブラン、こんなにペンちょっと用意した、はい、これ入るかな。ちょっとさすがに怪しいけど、1本ずつ入れていこうか。ちょっとじゃあ数えながら入れましょう。はい、1本、はい、飛んだ、2本、3本、18、19、19、ちょっと19までしかないんだけど、けどまだ入る。でも全然入る、見て見て、まだ入るよこれ。超入りますね。しかも、あ、なんか今日さ、カオピンが作りすぐ合ってると。そう、これ実はカバンとしても使えるんですよね。おおおお。クラッチバッグとして持ち歩いて可愛いんです。え、ちょっと、その姿見せてもらっていいですか。マジですか。はい、じゃあやっちゃいますか。お願いします。いいね、ちょっとハッピー。楽しかった。ありがとうございます。ね、キラキラしてるからなんかね。そう、さっきのこのままパーティー行っちゃえるし、黒い服とかでもすごい合ってるよね。そうだね。ね、ということでちょっとも可愛い。みんな使ってみてください。はい、激キラキャンディーポーチでした。イエーイ。はい、続きましてこちら、プリチー焼きたてパンスクイーズ。可愛い。ね、可愛いよね、見た目ね。でもこれね、可愛いだけじゃないの。すごいプニプニなんだよ、触り心地。やってみていい？プニ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 。ほら。プニ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 、超癒される。プニプニ、ほんとだ、すごい柔らかい。食べちゃダメ。あ、ダメダメ、さすがのゆうたろうも食べちゃダメ。ダメだって、だけどそれぐらい美味しそうに見えちゃうね。柔らかさだしね、香ばしいね。焼きかけはい、ありがとうございました。あとは、あとはちょっと内容は見せられないんだけど、じゃじゃん、12歳のカレカノ新聞がついに付録で付きますよ。付録、例えばどういうのが入ってるのかな。でも中身見せられないのか。中身見せられないんだけど、今こっち見えてるよ。舞田奈緒先生の書き下ろし漫画だったり、3DS のゲーム情報だったり、たくさん楽しい情報が入ってる新聞ですよ。ポーチもあって、スクイーズもあって、新聞もつくの。新聞もつきます。すごい。さらにもう一個あるんじゃない。これだ。あ、なんでしょう。じゃん。あ、これもクリスマス柄。はい。DVD チャオチャオ TV 12月号がついてます。ちーちゃんのアニメだったり、あとはボイスコミックの終わる世界で君に恋すると、猫始めましたがついてますね。すごい。されてます。みんなクリスマスはこれで楽しんでください、ね。はい、ということで、付録がこんなにたっぷりついてくるチャオ12月号、他にもまだ情報ありますか。はい、
新連載スイーツ怪盗バニラムーン西村智子先生スタートします、うん。あとは読み切り偽りラブマジック小豆ゆり先生の読み切りですね、うんうんうん、楽しんでください。あと通販ではプリパラドリマイチケ&リバーシブルトモチケがついていて、あと今話題の東京 B 少年のグラビアもありますよ。すごい、それは買わないと見られないやつですね、はい、そう買わないと見られない。なるほど、はい。ということでね、秋はさっき秋の、ね、見つけたと思ったけど、うん、秋は栗が美味しい季節ですが、だけどクリスマスまで栗で済ますということがないようにね。はい、チャオっ子のみんな、本当のクリスマスの日が来るまでチャオと一緒に楽しく過ごそうね、うん、はい、ではバイチャオ。チャオ公式 YouTube チャンネルチャオチャンネルは、チャオがますます楽しくなる映像を続々公開していくよ。ぜひチャンネル登録してね。